ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。今日は日立の代々エール IPA タイプです。これと砂肝のペアリングです。今日はこの日立のビールの IPA 代々 IPA に合わせておつまみを作ります。使うのはこれ、缶つまアレンジです。これでおつまみを作っていきます。他にはニラと卵、卵黄と卵白に分けています。これを使って砂肝ニラ玉を作ります。まずはニラを食べやすい大きさにカットしていきます。卵白にちょっと塩をかけよう。塩を振りかけて泡立てます。メレンゲを作ります。それではニラを炒めます。フライパンを温めてごま油でニラを炒めていきます。ごま油大さじ1ぐらいかな。では入れます。じゃ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 、全部入れます。全部入れますよ。強火で炒めます。火の通りが甘いと結構ニラの辛みが強くなっちゃうので、食感を残しつつもしっかりめに炒めます。ちょっと軽くね塩を振りましょう。ビールに合うからね。お店でニラ玉っていうのを食べた時に、卵が生だったんですよ。ニラをごま油と塩で食べたんですよ。その上に卵の卵黄が乗っかってて、それがすごく美味しかったので家でも食べたいなと思って、それをアレンジしたのがこのレシピです。そこにこれを入れるわけです。全部入れます。はい、今までも美味しいんだけどね。これも温まったら OK なぐらいです。ちょっと火弱めます。うん、いい香り。このごま油の香りとすごい食欲そそりますよね。ちょっとね、もうこれ間違いなく美味しい。あとはもう卵を乗っけるだけで完成です。ではお皿に盛り付けていきます。ここにさっき泡立てていたメレンゲを乗っけます。ふわっとスライドさせます。入りきるかな。 OK。 そしてこの辺に卵ポケットを作ってあげました。で、ここに卵黄を落としましょう。これで卵黄を乗っけたら完成。 OK、 完成です。ではビールをついていきましょう。この栓抜きで開けます。今日は栄養面を結構考えたペアリングです。低カロリーで高タンパク栄養分たっぷりの砂肝には鉄分とか亜鉛も含まれています。そして鉄分とか亜鉛の吸収率をアップさせてくれるのがビタミン C だそうなので、この代々エール、これにはみかんが含まれています。みかん果汁が入っているので、そのビタミン C と合わせて栄養バランスのいいペアリングにしてみました。たまんないですね、この黄身がとろりと
訪れる感じ。いただきます。乾杯。砂肝のコリコリ食感、あとピリッと塩が効いててブラックペッパーも効いてます。でニラのこのシャッキシャキなのも美味しいですね。卵の黄身とたっぷり絡ませて、ふわふわのメレンゲと一緒に全部一緒に食べるのが、食感も全部違ってて楽しくいただけます。そしてダイダエール、すごくジューシーです。みかんの香りがたっぷりと漂っています。あー、果汁感すごい感じる。でもホップの苦味もしっかりとあるので、ビールらしい味わいもありますよ。結構フルーティーな苦味、みかんの皮みたいな、柑橘系の皮みたいなフルーティーな苦味があります。麦芽の旨味もしっかりと感じられます。美味しい、美味しい。もう一口食べちゃおう。止まんなくなるやつですね。今日もビールが美味しい。それでは皆さん、今日はこの辺でチャンネル登録よろしくお願いします。高評価とコメントもお待ちしております。皆さんの好きなビアスタイルは何ですか？今日飲んだのはIPA スタイルです。皆さんの好きなビアスタイル教えてください。またねー。